死者の日、墓地の装飾死者の日は、ラテンアメリカ諸国における祝日の一つ。特に、メキシコにおいて、盛大な祝祭が行われる。アメリカやカナダ等に在住する同地域出身者の間でも、同様の習慣が継続されている。メキシコでは、全土で行われ、特にパツクアロコに浮かぶハニッツヨ島とワハカがよく、知られる。 マリーゴールド売りの人々死者の日には家族や友人たちが集い個人への思いを馳せて語り合う。祝祭はカトリックにおける諸成人の日である11月1日と翌日2日に行われる。地域によっては10月31日の晩も前夜祭りとして祝われる。市街地はマリーゴールドの香りに包まれ公園には露天が立ち並ぶ。 11月1日は子供の魂が、2日は大人の魂が戻る日とされ、供え物がチョコレートなどのお菓子からメスカルなどの酒に変わっていく。日本のお盆に近い位置づけであるが、あくまで楽しく明るく祝うのが特徴である。死を恐怖するのではなく、逆に死者と共に楽しく笑うというモチーフとなっている。墓地にも派手な装飾が施され、 夜間にはバンドによる演奏なども行われる。カボチャを飾り仮装をしてパーティーを行うなど、ハロウィンとも共通する点が多くあり、実際にルーツは禁じしている部分がある。メキシコにおいて、地は擬人化されることが多く、様々な故障がある。名前の隠有につながる表現もある。オアハカのオフレンダ特徴的な装飾として、個人の家、十字架、砂絵、花、 食物などを配置したオフレンダと呼ばれる祭壇がある。メキシコでは死者の花とも呼ばれるマリーゴールドやケ統ト食物はパン、砂糖、キビ、柑橘類、ヒカマなどが好んで使用され、砂糖で作られた骸骨、キャンドル、個人の好んだものなどが色鮮やかに飾り付けられる。オフレンダは住居内や玄関先だけでなく、街の中心部の公園や階段等にも置かれる。 オープンカフェの骸骨人々は一年間かけて準備し、墓地も時期が近づくにつれて、念入りに清掃、飾り付けを施す。メキシコでは2500の3000年前から、祖先の骸骨を身近に飾る習慣があった。また、死と生まれ変わりの象徴として、他者の骸骨もトロフィーのように扱われていた。死者の日の祝祭は地域によって様々な形で生まれ、伝承されてきた。中でも、 アステ家族には、冥府の女神、ミクトランシワトルに捧げ、やがて、死者の貴婦人、カトリーナに捧げる祝祭へと形を変え、アステカ歴の9番目の月を祝うようになった。これは、現在の8月前半にあたる。その後、スペインからの侵略を受け、カトリックの諸聖人の日と融合して、今の形になっていった。カトリックの影響がある内にかかわらず、 世界中の国々に類似した習慣が残されている。メキシコ人が多く住むアメリカ合衆国の各地では、死者の日の伝統は受け継がれている。その他の中南米諸国においても類似した行事が行われている。EN デ,デイオブザ・デッド・アブザ・ビンセス・アウトサイド・メキシコを参照ソビエトの映画監督、セルゲー・ゼンシュテインの1931年作品、メキシコ・には、 死者の祭りが描かれている。20世紀初頭の祭りのありさまが確認できる貴重な資料となっている。ありがとうございます。